J-WAVE Innovation World京セラテクノロジーカレッジ。最初のテーマは建築家になるまでです。はい、谷井さんも今はねもう建築家としていろんな作品手掛けたり、建築家という仕事自体を拡張するようなお仕事もされてますけど、うん、まあ、今の活動につながる起点の部分ですね、建築家になるまでのお話を谷井さんと聞きたいですけども、谷井さんからお話を伺いたいですけど、もともとあれですかね、谷井さんが建築家を目指したきっかけっていうのはあったんでしょうか。実は全然目指してなくて育った家が古い町屋で、五右衛門風呂で、家の中に中庭があって、雨降ってると傘さして靴履き替えて移動しないといけないような家だったんですよ。でそれがすごくコンプレックスというか嫌で、うんうん、で大人になったら大工になってお城を建てるってずっと言ってたんですよ。それが叶っちゃったんですかね。ほぼ勉強せずに学生時代バスケットしかやってなくて、で大学にバスケットでは行けそうだったんですけど、それはやめて、うん、かといって就職も嫌だからとりあえず専門学校で延命して、うん、で専門学校で初めて勉強したんですよ。お、そしたらすごいできてすごいできちゃったんだすごいできたんですよね、好きなことだから。あ、なるほど。そしたらなんか先生に可愛がられて、言われるがまま設計事務所に就職が決まって、5年居心地が良かったんで働いて、で辞めて次のところで働いてたら不景気になって給料もらえなくて放り出されて、その頃自転車のレースやってたんで、1年間自転車のレースに行こうって決めてフリーランスになったんですね。でレースしながらフリーでいろいろ図面描いたりアルバイトしてたら、なんか下請けで人の手伝いしてたんですけど、元請けさんから来るデザインがいまいちで、もっとこうした方がいいんじゃないかって提案してたら、言った通りにしない下請けってめんどくさいじゃないですか。それで仕事が全部なくなって、で自分でやるしかなくなった結果、まあ自分で事務所やり始めたってか。それがあれなんですか、サポーズなんですか。そうなんですよ。だからその頃仕事もなかったんで、クラブのイベントのフライヤー作ったりとか、T シャツデザインして売ってましたね。だからこう設計の仕事なかったです。あ、でもなんか谷井さんっていまだに今結構もういろんな大型のプロジェクトやってんのに、はい、変な舞台装置作ったりしますよね。なんか僕が知ってるのだってクイズのなんか背景みたいなのやってましたよ。そういうのをやったことある。僕が出てた番組のなんか、あ、これ谷井さんがやってくれたのっていうことまでねやってくれてたりするし、あ、でもそのバックとしてはあれなんですね、いろんなことを苦労されたんですね。でもなんか楽しいことの方が大事じゃないですか、割と世の中の人って大体今どんな大きなプロジェクトやってるんですかって大体聞くんです、なんかその度に心の中では大きければいいってもんじゃないんだよって思ってるんですけど、サイズより価値が大きいかどうかの方が大事で、確かにね、その気持ちは結局ずっと変わってないですね。サポーズってだって名前提案ですよね、サポーズって。そうですね、仮説を立てるだとか、まあ、想像するっていう意味もあるので、だなんか下請けの時からやってたわけですよね、勝手にね想像して勝手に。そうですね、仮説を立てすぎて、はい、全部クビになったっていう。あ、でも建築家の人も僕いろんな流れの人がいますけど、やっぱ谷井さんは異色ですね。そうなんですよね、やっぱり大学も出てないし師匠もいないので、はい、だ本当にアイディアとかあれですよね、提案型の仮説を立てては新しい理論でね、提案されてっていう連続で今があるって感じですよね。勉強できても仕事できない人いっぱいいるじゃないですか。僕勉強そんな得意じゃないんですけど、仕事はまあまあできるんですよ。そのあれですよね、多分、本当建築の本とかいっぱい読んだりとか好きな人ってあんまそこの時間いとわずに やるじゃないですか、そのなんかやってる部分が大きいんでしょうね。そうですよね、
すごい蓄積があったけど、そこにねそのレースとか挟んでるのも面白いな、谷井さんらしいですよね。うん、そうですね。スポーティーだしね。うん、はい、ほぼ運動するように仕事します。ああ、はい、そう、谷井さんいつも違うとこいるもんね、うん、なんか会社で会うってこともあんまないしな。うん、なるほどですね。だからそういう起点があって、ね、いろんなことをされて現在があると。はい、いかがですか早川さん。なんかでも本当に楽しんで仕事をするっていうのは改めて大事だなと思いましたし、なんか他で影響を受けてるからこそこうどん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 アイデアが出てくるのかなっていうふうに思ったんですけど、うんうん、実際そうですかね。やっぱり僕洋服とかそういうところからなんかデザインのことを好きになっていったので、はい、うん、だから結構似てるところすごいいつもあるなと思ってて、うん、たくさん作るこうファーストファッションみたいなものと、ね、オートクチュールのように一点一点作るものと、ね、うんうん、それの作り方は、ね、1クライアントに対して作るものと、うん、たくさんのこうパブリックに対して作るものの違いがあって、うん、そこが分かれてる感じも結構建築の世界と通じてるなと思いますし、うんうん、面白いですよね、うん、建築にいろんなもの持ち込んでるんでしょうね谷井さんはね、うん、いろんなとこで建築以外のものから得たものをね、なんか健在じゃないものを持ち込んでる感じしますよね、はい、考え方とかね。だって頼んでくる人って建築以外の人しかいないんですよ。確かに、はい、そうだ確かに。だからファッションの人が頼んできた時にはファッションに例えて会話をしますし、音楽を仕事にする人が頼んできた時には音楽に例えて話をしたりだとか、はい、なんかそうやって自分たちの建築の要素を違うジャンルにこう翻訳しながら仕事してる感じ、うんうん、ありがとうございます。これもう起点の時点でちょっと谷井さんの真髄を見ましたね、うん、これは大事な話だと思います、はい、はい